眩しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手にはみんなの願い体に向けてさあ蘇れライビンライビンペドインペドインたちまち溢れる神秘の力倒れました。ライディーン挑戦の役は私めにお与えくださる。何、クラッシュを倒したと？では貴様の後ろにいるのは何だ？え、うん、発生しました。事故の詳細についてはなお調査中ですが、放射能の汚染が心配されています。ただいま入りましたニュース。奄美大島の南方10キロの地点でタンカーが次々に爆発しました。物騒な事件が続きますね。まったく嫌になるぜ。にもかかわらずこんなのんきな問題をコンピューターにやらせるんですから。のんきだなんだ。いやしくも俺たちはサッカーの選手だぞ。敵チームのデータを分析するからいいじゃないかよ、サルマル大先生。日本のフランケンシュタインよ。ちょっと愛したいんだよな。なんとでも言ってください。申し上げます。阪神工業地帯を横断するパイプラインが原因不明の爆発を起こし炎上中であります。これはどうも変だぞ。サルマル大先生、分析の結果を教えてくれよ。なあ、ハヤテ学園の力は俺たちよりも上か下か。
それどころじゃない。これを見てください。原子力潜水艦、タンカー、パイプライン、3つの事故が同じ線上にあります。それがどうしたってんだよ。線をさらに伸ばすとこのムトロポリスを通ります。え？ムトロポリス？明らかに何者かが迫りつつある。それはおそらく巨烈銃か。Yeah!
ホットアルファおーい。やったぞ。やったね。敵の残骸を見に行こうぜ。サーリー待ってよ、あっちゃんも乗っけて。あっちゃんは後からゆっくり来な。サーリー急げ。お先に失礼、後からどうぞ。あれ、どこにもいないわ。変ね、それらしいものは何にも落ちてないよ。チロチおかしいね。どうしたんだよ。一体何があったんだ。アキラ、ダメよ。そっとしといてあげなきゃ余計興奮しちゃうわ。もうじき試合が始まるんでしょ。あとは大丈夫、私に任せて。マリもアッチャも応援に来られないが、俺は二人に約束したんだ、ベストを尽くすってな。みんな頼むぞ。あ、この辺の海辺は舐めるように調べてみたんだが、巨烈獣の影も形も見えなかったぜ。不思議です。一体どこへ消えたんでしょう。あんたたち誰、人間、それとも巨烈獣の仲間。仲間、もしかするとあっちゃんは巨烈獣の仲間に襲われて海に落とされたんじゃないかな。殺される、助けて。すぐにあっちゃんの夢を調べてみる必要がある。これはあっちゃんの見ている夢をテレビに映し出す装置です。よし、これで OK です。それじゃあスイッチを入れます。ほら、人間みたい。あれは何かしら。あんた誰。怖いか人間、俺は巨烈獣クラッシュだ。あんたは。俺たちと言うべきかもしれん。クラッシュは不死身だが、その事実をライディンに知られては困る。死ね人間。苦しい、ジロジロやれ。やつらは人間じゃないロボットだ。おそらく一人一人がクラッシュの部分品なのです。赤いやつの左右に5人ずつ、合わせて11人か。サッカーチームと同じ数だわ。ひょっとするとアキラさん、今日試合だって言ってましたね。しまった。早くしないと間に合わないかもしれないぞ。のすけ、行くぞ。オッケー、それ。
んてボールだ。お前たちは一体何者だ。やっと気がついたな。ならば見せてやろう。俺たちの正体はな、虎烈獣フラッシュ。しまった。うわ、神宮寺クリア。うわ、ライディーン。無駄なことはよせ。もしかしたら。
ここか。光線ゴッドアルファーよーい。ゴッドブレイカー、タラララ、あそこだったか。行くぞガチュー、バーリザー、うわー、トゥー、トゥー、トゥー、あー、おっと、ミサイル、やった。なぜだろう、心が燃える、戦えと戦えと誰かが叫ぶ、行くぞライディン、果てしない空へ、ララララララ、俺はアキラだ、君の近くにも、ゴライの手下に大事な腕を傷つけられてしまった俺は、その時、優しく手当てをしてくれた女の人に母さんの面影を見た。ところが、卑怯にも巨烈獣ガルジャーは、その人をおとりに、次元装置付きミサイルをライディーンに撃ち込んできた。次回、勇者ライディーン、ガルジャー、謎の秘密兵器に、フェード！